イエーイはい、ノースビレッジの北里藤洋平です。おはようございます。こんにちは。こんばんは、えー。久保塚洋介さんに教わった三段論法、朝昼晩いつ聞いてもこれなら大丈夫って聞いたんですけど、そんなことやってるユーチューバーの人は見たことがありません。ということで。 えー、いつも僕らの YouTube チャンネルドロップアウトプレスごご覧いいただきありがとうございます、えー、今日はですね「一人語がたり」ということでですね普段はあのインタビューとか対談とかそういったゲストを招いてですねあのやってるんですけれどもうちのスタッフからちょっと注文がありまして、えー、毎回あのインタビュー対談とかだとですねあの字幕テロップっていうんですかねをつけてやってるんですけどもあ,のあれの編集が大変だと。 ただを今後やっていくためにはあの定期的に更新していかなきゃいけないっていうことでそれで毎回テロップつけるのつらいということでちょいちょい一人語りを挟んで楽をさせてくれというなんていうんですかねそういうスタッフの注文にお応えして今回は一人語りっていうことで実はこれのかななんかね後から見返したら眉間にしわを寄せてるわダラダラしゃべってるわ。 なんかお見せできるようなもんじゃなくて「いや一人語りって難しいんだな」っていうのをもう痛感してもうそこからね「なんか一人語り」の YouTube とか結構チェックしてみたらみんなすげえテンション高くかつ結構早くね喋り方でちょっとそれに挑戦してみたいっていうことで、えー、もしなんかこのそれでもこのね一人語りちょっといろいろあればコメント欄でですねあもっとこうした方がいいよとかアドバイスください。 えー、ということで、えー、今日はあのタイトルにもあるように、えー、重大発表、うん、まあ一番のあれはね重大発表ってあれしないとあんま見てもらえないんじゃないかということで重大発表いいっぱい用意しましたまず一発目はですね、えー、学徒超思考術こちらですね、えー、ノース・ビレッジからですね今年の1月の8日に出版した学徒さんの新刊なんですけども。 学徒超視光術こちらがですね大おかげさまで大ヒットしております、えー、発売から一ヶ月で四塁まもなく十万部突破ということでですねありがとうございますでそれを記念してですね今日はあのいろんなもうあの動画の最後にはプレゼント企画なんていうものも用意しておりまして、えー、まあ先にですねいろんな発表をしていきたいと思いますまずこの学徒超視光術についてはですねついに Kindle 版が 発売となります。あざますえー、そうまあなんか発売日をずらした理由としてはやっぱまずこの。 あの本を作る過程でやっぱ学さんとかと一緒に紙を選んだりとかあの色とかねなんか色味とかそういったものもいろいろものづくりとしていろんなこだわりを持ってやっているのでぜひできればこういう本の形で手に取ってもらいたいと思って先に紙の形で出したんですけれどもやっぱなんかこう本を読むのは Kindle の方が読みやすいっていう方々もいるのでそういう方々向けにですね Kindle 版も発売をすることになりました。ぜひで,す、ね Amazon で 次はですねえー、とあっこちらですね、えー、僕のですね、えー、去年出した「悪あがき」というあの本がですねこちらにガクトさんのコメントと窪塚さんのコメントも入ってるんですけどね窪塚さんすごいかっこいいこと言ってくださってるんですよ「そこらの役者やタレントやアーティストじゃ太刀打ちできないよこいつは素敵だぜ」と言ってくださっているのに対して GACKT さん「おいおい洋平 実物より100倍絵がかっこよすぎだろうというツッコミをいただいております。ありがとうございますでこの本がですねこちらも Kindle 版が、えー、同時にですね発売になりました、えー、ぜひチェックしてみてくださいそしてそしてそしてじゃじゃんこの「悪あがき」のですね英語版英語翻訳版がですね、えー、全米で発売となりましてちょうど今日ですね今日発売とまあ 公開とは多少ずれるかもしれないですけど、えー、アメリカで発売となりました。えー、まあアメリカでね僕のことを知ってる人は僕の友達のまあ本当7人ぐらいだと思うんですけども、あの全米は泣くのか、それともスルーするのかというのをすごい楽しみにしております。ぜひねスルーしないで泣いていただければと思っております。よいしょ。で、Kindle 版。 でですね、えー、僕らがですねまあこの YouTube チャンネル、えー、今年のまの、あ、初めぐらいからあの本格的に始動しましてあのー、動画をもう20本以上上げてるのかな動画あのインタビュー動画でもあので今後もどん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 あのー、更新していこうと思っているんですけれどもまず、なんでまあこういったあのドロップアウト プレスというですね YouTube をやったかというとですねあの我々出版社をやっておりましてで出版社ってあの本を作る過程の中で、まあ、うちでいうと GACKT、まあ、さんとか久保塚洋介さんとか高橋恵美さんとかロバート・ハリスさんとか、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけれどもあの日々一緒に会食したりとか飲んだり遊んだりとかしている中でいろんな話を聞かせていただけるんですよね。もも、まあ、もちろんんんそこでででで話してもらっった内容等すすねあの本には詰め込んでいるんですけどやっぱ 結構頻繁に我々交流があるものであのいろんな話を全部本に入れることはできないんですよね。でもあのそのな本に中にできてないものの中にももう本当に本の中に入れたいぐらいいい話がめちゃめちゃあって。でこれらを あのもう僕らとしてはそれを聞けてもう本当に大満足なんですけどあのその著者のファンの皆様とかこの YouTube チャンネルを見て頂い,いている方とかもですねもう共有すればなんか楽しんでもらえるんじゃないかっていうことでなんかその本を制作する過程のまあ飲み会であったりとか打ち合わせだったりとかインタビューとかをもう全部公開していっちゃおうともう出し惜しみせずともうインタビュー見たから本は買わないっていう人は少ないんじゃないかっていうことでもう丸出しにしていこうと思っております。 で今後もですね、あのー、これまで出してきた本の方々のみならずこれから出していこうとか知り合った人たちで面白い人たちをねどんどんインタビューしてインタビューとか対談をして、あのー、紹介していきたいと思います。で あのドロップアウトドットプレスはもちろん YouTube で動画を配信してるんですけどこの度ですねこれもまあ重大発表ということでドロップアウトドットプレスというですね URL があの概要欄に貼ってあると思うんですけれどもこちらですべての動画と。 あとそこで来られたインタビュー対談の全文を記事で公開っていうことであの動画が面白いなと思った方はですね是非ともそこのページ見ていただいてあのインタビューとか対談の記事が全部ですね今後あの更新されてもう第1弾は。 全部あの更新されてんのかなあのすごい読み応えのあるです、ね、あのインタビュー対談記事になっておりますのでぜひマメにチェックしてあの続きをどんどん読んでいってもらえればと思っております。動画はどうしても編集してしまうので全部載せきれてないのであの全部を見たいという方はぜひ記事の方を見てみてください。よろししくお願いしますということで,で、ねまあ、YouTube を始めて1か月が経ちました。 えー、思ったよりもですねあの反響を多くいただきまして、えー、再生回数もねなんかものによっては20万,20万回近く再生して,だいしていただいててありがとうございます。なんですけれどもね、まあ、YouTube 本当と自分もあ,あまり知らなかったもので何が大事とか分かってなかったんですよね。まあ、例えばこういう一人語りとかだとある程度しゃ早くしゃべんなきゃいけないとかテンション上げていかないとすごいだらだら見えちゃうとかねそれ以外にもなんかその登録者数とか。 視聴回数とかですねあと高評価があるかないかとかコメントとかそういったものがいろいろあるらしいのでぜひですねよくよく YouTube の動画とか見るとどの YouTube さんも最後にあの「チャンネル登録してね高評価はこちら!」とかってやってるじゃないですかぜひ皆様もですねあの登録チャンネルしていただいて高評価この辺この辺なんかこんなマークがあるんであのポチッと押していただければと思っておりまますすよろししくお願いします励みになります。 そしてそして、まあ、コメントもねものすごい数あのそれぞれの動画にねあのいろいろつけていただいてるんですけどすごい励みになりますなんか面白かったとかねあ,あのまあの岳さんのマルタ島自宅公開とかだと「あっマルタ島ってこんななんですね」とか「私も行きました」とかいろんなあの心温まるコメントありがとうございます。中中にににはははですすねちちょっとあの素人にはちょっっととと素人ぐさりと刺さりり刺ぎる なんかあの厳しいコメント等もいただいております例えばですねうんありましたあれはですね結構そのコメントが多くて僕らスタッフ全員で全力をかけて検証しましたなぜ聞こえない人たちがいるのかで検証に検証を重ねた結果分かりませんでしたすいません あのー、ぜひですね端末を変えるとかパソコンで見るとかまあそういったものでねご対応いただければと僕らの中では見えてるんですけども見えてない方もいらっしゃるうんすいません <laughs> ということでねあとコメントではあれひどかったですね北里さん痩せてください努力してます3年前から結果はまだ出てませんが あ,あとはなんだろうなあそう窪塚洋介さんとの対談の中での動画のコメントで「いやいや北里さん喋り方がガクトさんの影響を受けすぎ」みたいないや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 、まあ、人生的にはねすごい受けてるんですけど喋り方は受けてないだろうと思ったんですけどもなんかそういうふうに見られる方もいらっしゃるんだなとかあと「バカ」とかね「バカ」 馬鹿はひどくないですか。馬鹿ですよ。馬鹿ですよ。馬鹿はひどいです。そもそも馬鹿の語源って知ってます。知らないですよね。普通ね。で、みんなその語源も知らないで、言葉を使っちゃってるんですよ。馬鹿って、ちょっと豆知識でね。あの、お話しすると、馬鹿って書くじゃないですか。馬鹿って、日本語史上。一番多く使われた。悪口なんですね。そうなんですよ。で。 そのバカっていう日本で史上一番多く使われた悪口「バカ」っていう言葉を誰が作ったか実はあの聖人君子、えー、聖徳太子なんですねだから。ということで聖徳太子ってことは飛鳥時代に遡るのかな あの違ってたらすいません多分その飛鳥時代ぐらいだと思うんですけどあの聖徳太子がですねあの当時あのその頃っていうのは日本語で悪口っていうともちろんその身分の差別があの貧富の差があってねあのそういった差別があったので基本的には上の身分の人が下の身分の人を見下すような侮別するような言葉しかなかったんですよ。 でそんな中聖徳太子がではど,うどうやってその「バカ」という言葉を作ったかっていう、まあ、聖徳太子っていうのは山の中腹にあるお屋敷に住んでいたんですけれどもあのお屋敷はね、まあ、大自然に囲まれてそこにはいろんな動物がいたんですよ。でその中に馬とか鹿とかもいてでそもそも馬とか鹿ってあの先祖をたどると同じ動物だったんですよ。で長い期間を経てこうだんだんこう,こう分かれていって別々の動物になっていたんですけどもともとは同じような気候同じようなエリアで住んでいる動物だったんですね。 でその動物っていうのが、まあ、聖徳太子のお屋敷の庭にも一緒に敷地内にも住んでたんですよね。である日聖徳太子はあのそれを眺めていたんですよ。であることに気が付いたんですね。であの馬も鹿もせっかく同じお屋敷に住んでもともとでいうと同じ動物だったまあ言ったら仲間じゃないですか。なんですけど。 あの一緒に住んでいながらもお互いが完全に無関心らしいんですよ一切コミュニケーションを取ろうとか知り合おうとかしないで別に害を加えるわけでもないんですけどもう無視ですよね。いいいるいることを完全にがん無視して,るっていう状態なんですよね、まあ、でそれはそれなんですけどもでそんなある日聖徳太子のお屋敷の中であ,のあるその来客した男性2人が喧嘩をしたんですよ。お互いがもう罵り合って 喧嘩をしていたたんんですけどその時に聖徳太子がこう言ったんですお前らはバカ要は馬鹿だとあのせっかく同じ敷地に同じ屋敷に来て一緒にコミュニケーションを取るために来たのにお互いがお互いの主張をしているだけで何も分かり相手のことを分かり合おうという努力をしていないでそれっていうのはもう馬と鹿の関係であると。 喧嘩がして、喧嘩をしながら、どっちが悪いとかではなくて、分かり合おうとしない。同様、愚かだと。あなので、お前が馬なら、あなたは鹿です。共に、ただ、分かり合おうとしないで、同じ場所に生きているという愚かなことをしているということを、あの、言っているんですね。だから、あの、子供がよく言う、あの、馬鹿って言ったら、お前がバカなんだっていうのは、実は的を得てるんですよね。あーの。 お前が馬なら俺は鹿だみたいなそれを言った時点で自分も同じレベルに下げてるんですよでそういう深い言葉をねあの飛鳥時代にあの聖徳太子がですねあの作ってそれが日本語として浸透してで日本語史上一番使われるようになった悪口ただその語源をみんな知らずに使っているってこれまたねおかしな話ですね。 なのでバカっていうふうにコメントしてしまうとブーメランで自分に返ってきて,てしまうのでこっちを傷つけた上で自分に返ってくるっていうねあの何もいい言葉なのでぜひ、ね、コメントを、ね、温かい応援のコメントをいただけると素人の僕らにはですねあの勇気づけられるのでコメントはねぜひとも温かい言葉をいただければと思っておりますよろしくお願いします、えー。ということでちょっと今日はですねあのまずあのスタッフ紹介 あのさせていただければと思っております。この YouTube とかですね、あのノースィレッジの本をね一緒に作っている仲間を2人をちょっと今日は紹介したいと思います。ちょっと一回来てください。はい、海、はい、君です。海です。海、えー、君とはね、あの海君はあの学徒の勝ち方とか学徒調査稿ですも編集をやってもらっていてですね、あと YouTube 動画の あの編集もやっていただいてなので音声が聞こえないとうとうは全部彼のせいです。ハです検証もねすごい頑張ったよねあの飲み屋に行ってなんでだろうなって2人で話したりねめっちゃ飲んだめっち,ちゃ飲んで飲んで飲,んで飲み明かした結果分かりませんでしたすいません。でえケンジ何かふだんね自分のことエリックとかね格好つけて言ってるんですけどねあのデザインを。 あのノース・ブリッジの,、ねあのまあ、ホームページとか、えー、本とかね学徒調子小説のデザインもねコメントでねちょっとねなんかデザイン凝ってて嬉しいとかねあれもう完全俺のディレクションのおかげってい、ね、<ー>うけどね本当にいい感じでとしか言ってないけどねこの3人でですねノース・ブリッジの出版とか動画の方はですねあの日々やっております。 えー、ぜひ温かいコメントといただければ高評価いただければと思っておりますよろしくお願いしますじゃあ画面が汚れちゃうのでですね <laughs> 特にエリックさんにはね出てってもらって <laughs> ありがとうございますで、まあえー、と最後プレゼント企画行く前にですね簡単にそのノースビレッジというのはどういうあのチームなのかど,どういうことやってるのかっていうのを簡単に説明させてくださいノースビレッジっていうのはですね、えー、かれこれもう12年ぐらいやってるのかなもともと出版社として始まってます 僕もともと日立製作所っていうところでですね、まあ、それこそもう出版とは全然関係ない財務経理って財務本部で決算とかね業績管理とか経営会議資料作ったりとか株主総会対応とかやってたんですけれどもその頃ですね一冊あの。 仲間と飲んだ勢いでなんか自分の本出してみたいなっていうんであの出したのがきっかけで、まあ、当時は自分の出版社がなかったのであのとあるで大きい出版社のところに直談判に行って。 あのお時間をいただいてねあの出さし本自分の本を出させてくださいって24歳の時かなの若造が言ったんですよでまあただ向こうはねあの役員の方があの時間いただいたんですけどね5分間あの断るための時間っていうことでですねあの5分間の断る時間でまあ君出版ってどんだけ厳しいか知ってるかというような話を5分間。 お話いただいてです、ねまあ、そこでまあでもあの必殺技でですね OK もらえるまで帰りませんっていうスタイルでですねあのそのまま3時間あの語り通したらですねもう若と方出すっていうあのこっちが折れなきゃ相手が折れるしかないっていうスタイルでですね無事商業出版にこぎつけてそこで初めてその本作りっていうものがあってもともと僕ものづくりに憧れて日立製作所も入ったんですけど自分文系だったのであの本当の,、ま、あのいわゆる ものづくりの現場っていうよりも、管理側だったんですよ。で、初めてその本っていうね、こういう紙での。あの、もう活字がこう詰め込められた。本を作ったときに、めっちゃ感動したんですよ。もう文系の、文系にとって、これを超えるものづくりってないんじゃないかなって。だって、こう、自分がやったこと、知り合ったこと、知ったこと、全部を。本という形に残して、で、全国に、あの、流す、あの流、あの流通することができる。っていう、で、よくよく見渡せば。 世界中見ても日本ほど本屋さんがある国ねえじゃないかなっていう日本ってどこの駅でも本屋さんあるじゃないですかそんな国僕見たことないんですよねこの前フランスも行ってきたんですけどフランスってなんか出版がすごい業界がねすごい盛んなあの国なんですけどそこでも日本ほどの本屋さんは見なかったんでやっぱり日本の本屋の本のねあのーマーケットってすごいなと思ってで当時はねまあ本を出せば すごいいここととが起こるんじゃないかと思ってねあの本が出た翌日にはもう大騒ぎになるんじゃないかとキャーってもうドアを開けた瞬間もう翌日起きて僕が窓をバッて開けたら「うわバチ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 サインください!」とかってなるんだと思ってねあのー、期待してその発売日を迎えたんですけど発売日を迎えてね窓をバッて開けたらね「うん?」って近所のおばあちゃん「うんいおちゃん元気?」みたいなね「おはよう」みたいな「誰も,誰もいねえ」みたいな。 あ本大したことねえな,いなとこうっていうものも実感したねやっぱね本はね売れなきゃねなかなか影響が出ないっていうことでねでも当時はその初版5,000部でそっから全然売れなくてねな本世の中になんか当時なんか日本で本屋さんが2万件ぐらいあるって本屋さんでそれぞれの本屋で1冊ずつ売れるだけでも2万部突破余裕でしょうって思ったんですけどまあ売れないまあ売れない。でそっからそっから頑張って手売りしたりとか何やをして。 でもう本当露天ですよね路上でゴザ引いて本同じ本をバーッと並べてこう語り通すわけですよ。で30分1時間かかってやっと6冊とか5冊とか売れればいい方みたいなでそれじゃもう本売り切れないから、まあ、時にはクラブとかに行ってクラブに行ってちょっと3分30秒でもいいから時間音楽止めてくれとでステージでちょっと喋らせてもらって後ろにブース作りました そこで僕とと腕相撲を勝負してくださいと僕が負けたらその人の勝った人の飲み代一日中全部怒りますとその代わり僕が勝ったらこの本一冊買ってくださいよろしくお願いしますって言ったら当時、まあ、あの昭和のやんちゃな人たちが多かったんでねあのタンクトップのマッチョボーイズたちがバーってライン作ってねそれ僕片っ端から倒してそんな感じでね結局なん,とかなんだかんだそれでねさんずりぐらい持ってったんですよ。その時の時本がこれですね わわららききってわらきじゃねえこれは全然それそれわらきこっちら「若き侍その声を聞け」っていうんでねあの、まあ、これも辞典みたいなもんなんですけどもねあの表紙僕あの話し出してるじゃないですか本の中でですねあの世界チャンピオンの弓道防衛した徳山雅盛さんにあのボクシングでねあの挑戦してフルボッコにされたっていうところからスタートするんですけれどもぜひまあこれはもうねずっと前の本なんであんま売ってないと思いますけど。 このまあ、でも、ね、その辺の内容もこっちの悪書きに入ってますんで,あのぜひ読んでみてくださいでそこから、まあ、ちょうど結婚して子供も生まれたということもあって、まあ、これを機に子供期待者して、まあ、ちょっと真面目に生きようとで独立して出版社をどうせだったらやりたいことを仕事にした方がいいんじゃないかということで出版社を作りました。作ったんででですすすけれどもですよ僕日立製作所財務じゃないですか あのー、本の作り方は分かんんないんですよねで僕もともともと読書嫌いで本全然読まなかった漫画以外読まなかったんであの本がそもそも何ページぐらいにするものとかも知らなかったんですね。なので出版社立ち上げて1冊目に出したのがもう僕がすごい尊敬する三代目大竹浜田茂さんっていう方の本なんですけれどもあのその「日本住所不定」というですねあの本を出したんですよ。ただもう本当ね 原稿がすごい多くてでもそれが原稿を受け取れることが嬉しくて嬉しくてでもそれをもう全部本に入れようってあれしてたらもうこんな分厚く 1,000, 冊1000ページぐらいのねあの辞書みたいな本になっちゃって。 それを、まあ、出来上がった時はこんな分厚くて激ツとかってあの物理的にもねいろんな意味で激ツとかって思ったんですけど本屋に並ぶと例えば普通に平積みしてもらうっていうんで注文例えば5冊10冊頂い,いても2冊とかで5冊分ぐらいの,あの高さまで行っちゃうんですよね。あで値段もねなんか3,000円ぐらいあの定価をつけないとあの元が取れないっていうことでまあなんか。 ね、本を知らないがゆえにねあのとても攻めた勝負のスタートになっちゃったんですけどねただまあそんな感じでそのノース・ビリッジはまあ自伝中心の出版社ということであ、あのー、もちろん自分の本だけじゃなくて自分が出会ってまあ尊敬する人たちの本を全部出していこうっていうことで、まあ、例えば出してきた本でいうとですね GACKT、えー、さんのこういうまあ c k 超思考術とかですね、まあ、あとガクトの勝ち方っていうのもありますけれどもあと「 久保塚さんで言言えばね、えー、子供の言葉、あと久保塚さんと一緒に旅をしながら本を作るシリーズで放放放浪、放尿、放流っていうシリーズがあったりとかですね。あとこれはうちで初めてベストセーラーになった10万部超えた本ですからね「夢は逃げない逃げるのはいつも自分だ」高橋歩さんとかね高橋歩さんの本はそれ以外にも行動するのに理由なんていらねえんだよっていうような本も出していたりとかね。 ロバート・ハリリスさんこれれも売れましたねアホリズムあの世界中のいろんな人たちの,あの名言をロバート・ハリスさんがあの翻訳してかつその解説をその人のどこが熱いっていうような、ね、あのことをあのまとめたような本でこれ家入りさんのね家入り一馬さん都知事選にも、ね、出馬してましたね「バカアホどっち間抜けの成功者」。 これタイトルつけたの僕なんですけどね著者本人に言うときにこのタイトルでどうでしょうっていうときすごい気にあのー、すごいねあのー、緊張しましたねバカアホドジま抜けの成功者イエリカズマチョでどうでしょうっていうねあまあ怒られずに済みましたけどねでこれもすごい売れましたね何ズリいったんだろうなすごい何ズリ書ってましたねで。 あとこのまあ先ほどお話しした三代目お宅・浜田茂雄さんの、ね「日本住所不定」というこんな分厚い本なんですけどこれその,しその方の詩、ね、集ベスト版っていうんでね「たとえ空がどすぐもりでもええようにいつも自分で晴れとけ空に頼るな空は空」というね人生ものの詩集とかこれ恋愛ものの詩集なんですけど「俺は君の乳首を世界一優しく噛むために東京へ来た」とかねこれはねもうタイトルをつけた時にいや営業さんに怒られましたね。 いや実はねこの本を出した後にに窪塚洋介さんのその時に営業、まあ、うちあのサンクチャリ出版というところに書店営業を委託してるんですけれどもそこの営業さんから「あの北里さんふざけてるんですか?」と「また下ネタですか?」と言われてあのめちゃめちゃ喧嘩になってあのまあ結果ね「放尿はあのはそのタイトルがね結構話題になりましてあのすごい売れてお くれたおかげで僕はねあのこれで続けることはなくね済んだんですけれどもまあそんな感じでですねいろんなあの著者のあの面白い事例をねあの事典になるような物語を生きてる人たちの本をあのうちではバンバン出しておりますでまあ今後もねあのそれらの本を作る中でのインタビューとか打ち合わせとかねそういったものをこのユーチューブでバンバンあの公開していきたいとあと思っております。 で、まあ、うちはそれ以外にね、あの、まあ、その本を、あの、作るの、今、この YouTube の会場もそうなんですけど。あの、ノースビレッジっていうですね、シーシャカフェ、水タバコカフェですかね、っていうのもやっておりまして。で、それが今ね、三十店舗弱があるんですよ。まあ、都内中心に大阪とかもありますし、あと、海外だと、マレーシアとか、あと、マチュピチュとかもあるんですよ。マチュピチュはね、なんかね、なんで、その、マチュピチュに出したかっていうと。別に、そこのマーケットがどうこうとか、そういう話ではなくて。マチュ,チュ、あの、ちょうどうちが。 店舗数20店舗ぐらい行った時かな、あのー、社内でね店長ミーティングがあったんですよ。でその場で、まあ、どうせ仕事するんだったら世界一を目指そうっていう話になってでちょうど店舗数でいうと水玉ば業界であの世界でね店舗数は日本あの世界一になってたんですね。ただ店舗数世界一ってなって,なってでどうせだったら何で世界一目指したいって話をした時に。 うーん存在感かなって話になってでも存在感ってなんだろう、まあ、ブランド力とかねなんかいろんな言葉あると思うんですけどなんかちょっとピンとこないなとじゃあ何どんな存在として世界一になりたいかってなった時にいやもうなんか何で負けてもロマンチックさ世界一を取ればもうそれでよくねみたいな話になって「ロマンチックさ世界一」といえばですよマチュピチュに店あってマチュピチュって言ったことありますマチュピチュュピって あのもう本当天空ののの城ラピュタそのものなんですよねあのパズーが住んでた村みたいなのがあの遺跡の下のところにあってでうちの店っていうのはその遺跡の真下にあるそのアグアスカリエンテっていうマチュチュの村があってそこの間にね川が流れてるんですけどそれがアマゾン川につながってるんですよ。でそのすぐ前にそのクスコってマチュチュに行くために列車で行くんですけどそのなんか銀河鉄道みたいなカン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 ,ンとかいうあの列車が。 到着するホームに、まあ、ホテルとかレストランとかお土産物屋さんとか、まあ、一番にぎわうところがあってそこののホームにうちの C 社カフェがあるんですねいやーこれはねああの標高3,000近くですからねもう富士山の頂上で吸ってるようなもんなんですけど C 社を。そこで C 社が吸えるとかマ、まあ、チュピチュの遺跡のある山をね見てとかめっちゃロマンチックじゃないですか。 でまあ、そこでね、まあ、どうせだったら、まあ、そこをまず軌道に乗せて C 社流行らせてでそこで出た利益でですねそこ,にそこのマチュピチュの村ってなんかこう,なんていう,んう山みたいになってて上の方にでですすね、あのー、サッカー場があるんですよでそこでね本当、まあ、マチュピチュの村は治安がよくて本当、あのー、夜ね11時12時でもね幼稚園ぐらいの子どもたちが走り回った遊んだりとかね子どもだけでしていてで夜になるとね大人と子どもがナイター設備についた、ね、サッカー場でみんながサッカーしてるんですよ。 これはとそこの利益で、あのー、サッカーチームを作れればなっていうふうに思って。 あーそこのあり売り上げはねまずそこのサッカーチームを作ることにダンクしたいなと思ってます。でそこからも南米の、ね、出店はマチュピチュにとどまらずね、まあ、クスコっていうドラクエの村みたいなところなんですけどもちろんそこも出してあと「ちちかかコっていうねあの、まあ、全部ねその「クスコ」とか「マチュピチュ」とか「ちちかかコって窪塚さんとあの一緒に旅して「放流」って本を出してその本に書いてあるんですけどもあの標,高最標高最高のその、えー、標高4,000ちょい。 あのかなメートルあるところのでっかい湖があるんですけど浮島っていうねあのう島をね自分たちで足かなんかで作ってそこに人が住んでるんですよ何でかっていうとあの土地にあの普通の,あの土地の上に住むと税金がかかると税金払いたくね払えねえっていうその院領ですかね原住民の人たちがですね自分たちで浮島を作ってそこで住んでるこれはまたロマンチックなね。でそこに足で 船を作って2艘を作ってその間にボードを張ってそこでシーシャを吸いながら地価格を周遊できるみたいな周遊とか周遊はなかなかできないですけどねもうペルーからボリュービアにまたがってますからめっちゃでかいんですよでもそこをシーシャ吸いながら釣りでもしながらですねぐるぐるその船で回るシーシャカフェっていうのがあってもいいんじゃないかっていうんでねでそことあと最後イースター島ですねそこまではちょっと南米ね出店頑張っていきたいと思いますあのまあそんな感じでですねただまあマまあチュピチュ取った時点ではロマンチックさ世界一は取ったんですけど でもやっぱ神様はねご褒美用意してくれてるんですよ。あのロマンチックさ世界一と合わせてもう一個世界一の称号をあのいただけてですね。何だと思います？標高標高世界一のシーシャカフェ。標高世界一ってことは最高ってことですよね。皆さんも最高のシーシャカフェになったということでお後がよろしいようで、えー、ということで、えー、プレゼント企画ということでですね考えました。ちょっとね今 YouTube マイにご覧でいただく。 てくださってる方とか本を買って読んでくださってる方とかね、すごい感謝しております。でそこに何かね返せるものはないかということで、でまあもちろん僕らからね皆様にお願いしたいこととかもあったりする中で、えー、こんなものをつくまあ、ちょっといろいろ作ってみたんですよね。 まあ今ねちょうどその本があの最新刊として出ているのが学徒さんの「学徒聴 k t 術」と「僕のわら書き」っていう本なんで、まあ、まあ基本的には学 a さんの本のメインのでいろいろ作ってみたんですけれどもね、あのー、まずはですね「じゃじゃん」見えます見えますダンえこれがですね、えー、学 a さん「学徒聴 k t 術」のですね、えー、特別ステッカー、えー、スイカとかにねつけるステッカーですね。 スイカにつけて、つけると、まあ、なんか学徒三種。のステッカーが貼ったスイカカードになるというね。これね、なんか。こんなのあったらいいなという声があったので、作ってみました。こんなものとかですね。まあ。ポストカード。こんな。こうですかね。とかですね。 まあここまではまあ,あるじゃないですかいろんな特典とかでまあステッカーポストカードもっとなんかないのかという声もありそうなのでじゃじゃんでかこれ A1 かな A1 サイズの特大ポスターね学徒超子考術話す前に聞け 書く前に考慮せよため息つく前に許してやれ傷つく前に感じろ諦める前にやりきってみろというねガクさんの言葉の書いたあのポスターこれをねいろんな種類作ってみました。じじじゃゃんこれ同じ言葉が書いてあるなじゃじゃん。 成功者とは実力で運をつく掴かみ取る者たちのことかんじゃいましたけどねこういうものとかああこれいいっすねもうお前は愛を言葉にしているかかっこいいそして笑うがきのねポスターも作ってみましたちょっと英字新聞っぽいね、まあ、こういうものを作ってみましたで、まあ、今回そのね プレゼント企画というか何というかですねあのちょっとお願いしたいことがありまして学徒少子高術今もうバンバン売れてねもうあの間もなく5ずり目がいって10万部ぐらい行くんですけれどもあ,あのー。 ガクトさんはねいい本を作るというのが仕事で、まあ、僕は出版社として売るのが仕事なのでなんとかこれをねより多くの人たちに読んでいただきたいなと思ってじゃあそれをどうやって広げれるかというその一環としてこういう YouTube もやってるんですけれどもあの皆様にもやっぱご,あのご協力いただけると嬉しいなと思いまして、えー、今回ですねこの動画がアップされてから1か月間、えー、ですね「g a 超思考術」を読んで それをです、ね、まあインスタとかツイッターとかでその買っていただいた本とともに感想を書いていただいてあ、まあ、そこにハッシュタグでですね「学徒聴子講術」あと「ドロップアウトプレスか」か、まあ、概要欄に書いてあるんですけどこういうハッシュタグを入れてあの感想をお寄せくださいと。でえー、ポストカードとか ポストカードかステッカーが欲しい方はですねあのランダムにそのプレゼントをいたしますので送付先をですねあの概要欄にあるあの弊社の,あのそれ専用のメールアドレスにお送りいただければですねあの必ずそのこちらで確認でき次第あのお送りいたします。えー、YouTube インスタ t イッ t ー e とかですかね。 Facebook はおそらく僕ら見れないこともあるかと思うんであの、まあ、そういった SNS 僕らが見れるインスタ、まあブログとかでも構いませんあの何でも構いませんのであのごあのご感想をお寄せいただければと思いますで僕らの方からもねそれをガクさんに届けたりとかしたいと思っておりますであのまずそれがこういうポストカードとかステッカー用のあれででですよ、まあ、僕の悪あがきもあるわけじゃないですか。 わらがきもぜひですね英語版でも日本語版でも構わないので,ですねあのそれを感想をあのお送りいただければと思ってるんですけどもしもですよもしも学と聴思考術と藁いがき両方読んで両方別々にですね写真上げて告知あの感想をねあの寄せいただいた方には先ほどの,あのポスターをプレゼントしたいと思っております1枚ね。 でえー、それもねあの2つそのリンクをあのメールで送り頂い,いて送付先の住所をですねお送り頂ければあのランダムにそっちに関してランダムにっていうとねいやいやいやわあがきじゃなくて学徒さんのポスター欲しくてやったのにどうなってんだっていうクレームは心に傷ついちゃうので、まあ、そこにねこそっとね GACT さんポスターが欲しいとか悪あがきポスターが欲しいとかその希望の ポスターのね、まあ,あのどのデザインかっていうのはちょっとこっちであの選ばしてもらうんですけれども、あのどっちのポスターが欲しいっていうのはね、そのメールアドレスに書いていただければ、極力それでご対応させていただきますので、ぜひ両方読んでですね、感想をお寄せいただければと思っております。今回のねプレゼント企画はそんな感じでですね、あのー、となっております。まあ、重大発表とタイトルにあれしたからにはね、ちょっといろいろそういうネ,ネタも入れとかないとおい、全然重大発表じゃねえじゃねえかと。 言われるんじゃないかなと。うん、で、ぜひともですね、その感想とともにあのー、動画のですね、登録チャンネルの、ん、YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価も合わせてお願いできればと思っております。ぜひともご協力のほどよろしくお願いします。で、今後ですね、またあのー、いろんな発表はあると思います。まあなんかね、あのこれ次回に届こうと思ったんですけど、ね、まあとある方とですね、まああのー。 まあ本の宣伝を含めていてえばお察しいただけるでしょうか YouTube のコラボ企画とかですねとかもこのチャンネルでもあの準備しておりますので是非チェックしてみてください。あと学津さんのそういった本の新刊情報に関して今あの、えー、特別 LINE 公式 LINE か公式 LINE 岳津さんの新刊情報とかですねあの 特別インタビューとかがあのそこでしか見れない動画とかも配信されてますのでぜひそっちも登録してみてください。ということで,ですね今日はねこんな感じですかねあのまたあの編集をサボるために一人語りっていうのをねじ込んでいくと思うんですけれどもぜひそちらもですねあの毎回チェックするように見て,見てみてくださいできるだけですねあの損させないようにこういうふうになんかプレゼント企画とかなんかねじ込んでできるだけやっていきたいと思いますので。 え今後ともえ僕らの YouTube チャンネルドロップアートドットプレスをですねよろしくお願いしますドロップアートドットプレスのホームページもぜひ見てみてくださいありがとうございました Thanks Thanks so, so much, much for coming. For coming. Please, Please go, go home, home safely. safely. And I don't, don't forget, forget to, to always walk, walk on, on the wild side. side.